ロジャー・ソメールロジャー・ソメールはフランスの航空のパイオニアである。1910年前後に活躍し、自らも飛行機を設計製作した。ムルトイコールエイコールモゼル県のピレイポントでベルギーのフェルト産業家の家系に生まれた。航空の世界に入り、ローラン・ギャロスら初期のパイロットたちと付き合った。ファルマンキで飛行を行い、1909年8月7日には、対空時間、 2時間27分15秒という当時の記録を樹立した。1911年3月には12人の同乗者を乗せての飛行も行った。自らも飛行機を製作し、ファルマン機に似た副容器とブレリオ機に似た単容器などを製作し、100機ほどの注文を受けた。多くのパイロットが飛行免許を取得するのに用い、1911年、 アンリペケによって、インドでの最初の航空郵便の運搬に使われた。1912年6月、パイロットとして雇ったアルバート・キマーリングが、ソメールの単用機で事故死をしたのがきっかけで、航空界から遠ざかり、家業を継いだ。ソメールの息子の一人のピエール、ピエール・ゾマーも一時パイロットとなったが、家業のフェルト化工業を発展させて、 自動車内装部品の大企業のソメールアリベール社に発展させた。また、自動車レースのドライバーとして成功し、1950年の F-1 レースで自己死したレーモンド・ソマーも息子である。ありがとうございます。